細川敏夫は、日本の俳優、競歩選手。東京市赤坂区出身。父は、常並武次郎の懐刀と言われた、政治家の細川正夫。四つ岡爪の次男。行政小中学校に学び、慶応義塾大学文学部仏文化卒業。卒業前に小区大船撮影所を見学に行った、際、丹精な容姿から俳優になることを勧められ。 大学卒業後の1939年4月に小畜へ入社。同年の映画、憧れで俳優デビュー。1940年に出生、不評第一連隊に入隊、満州、孫悟県に派遣され、陸軍少尉として勤務。1943年に除隊し小畜に復帰して、俳優業を再開する。サブリ新監督の 反乱への出演を契機に1954年より、新東方に移籍して活躍し、ソ連脱出女軍医と偽狂人で主演する。新東方の経営が傾くと、フリーランスに移行し、主に脇役として、数多くの映画、テレビドラマに出演する。時代劇では上品で端正な要望から、反主役が多かった。大学時代にマラソンを始め、軍隊でも続けていたが、 戦後に競歩に転校。1953年1954年と日本陸上競技選手権大会の男子 50km 競歩で2年連続優勝したという記録を持つなど競歩選手としても知られ、1964年に開催された東京オリンピックでは競歩の日本代表コーチを務めた。また、ヘラブナ釣りでも有名で TBS ラジオで万歳。 釣り仲間という番組を持っていたほか、テレビの釣り番組にも出演している。囲碁仲間でもあった丹波哲郎は細川について、細川良識を外する細川氏本家の直系であり、言葉遣いも丁寧で、ニューワナやさ男に見えるが意見だが、それとは裏腹に、ロケ先で絡んできた地元のチンピラを、あっという間に乗してしまうほど喧嘩に強く、短気で家では、 帝主関白を通り越した帝主天皇だったと述解している。1985年8月8日、急性白血病によって死去。68歳没。1943年に結婚、次男次女がある。俳優の藤木優は細川の夫人の姉の義弟で親戚にあたる。椿住江の芸名で戦前には東方の女優だった。夫は、 経営社社長となった佐藤一郎、ありがとうございます。